My soul speak echo, echo in the Lord, in the Lord, in the Lord. 今月4日、放課後の教室で開かれたのは、合唱部の3年生を送る会です。合唱部には1年から3年生の男女76人が所属。このうち3年生は24人です。部員の多くは高校から合唱を始めた初心者といいますが、生徒主体で練習計画を立てて発声やパート練習に打ち込み、レベルを上げてきました。中学3年生の時に定期演奏会っていうのがあって、それに行った時に、合唱部のステージ見たんですけど、そこで一目惚れして絶対に入ろうって思って、勧誘にあって合唱部に入ったんですけど、そこからその初めて触れることとかがたくさんあったので、その合唱というものにどんどんハマっていって、僕人生の中でそこまで熱中できるものっていうのはなかなかなかったので、やっぱ今年はちょっと残念でしたね。毎年秋に開催される合唱日本一を競う全国コンクールは、おととし入賞を果たしたものの、去年は新型コロナの影響で中止に。また文化部のインターハイと呼ばれる全国高校総合文化祭の合唱部門で、岡山県代表として出場が決まっていましたが、ウェブ開催となり、ステージで歌うことはできませんでした。存分に歌うことができないまま、3年生は合唱部を引退しました。先輩ともう本当に二人三脚でやってきた3年間だったので、それをまあ後輩にやる時間っていうのがちょっと限られたんですけど、今悔しがっててもしょうがないから、持てる自分たちが持ってるものを全部後輩に受け継いでから引退しようっていう。こうした3年生の思いを受け止め、合唱部をまとめることとなった2年生。送る会で選んだ曲は、この曲を聴いて、なんか私たちがこの1年間頑張ったなとか、そういう成長した姿を先輩たちにちょっと感じてもらえたらとか、見てもらえたらなと思います。正直言ったらとっても悔しいし、もう出たかった。でも今こうやって逆に 1,2 年生が自分の基礎練習とかの時間に費やすことができて、それでとっても超成長してる姿を見れたので、だったら良かったんじゃないかなって思います。そして1年から3年全員で輪になって、高校生活最後のハーモニーを響かせました。オジェシーの箱、せーの、ダンシングクイーン。答えのないことっていっぱいあると思うんですけど、
そこに向けてそこで誓ってきたことを出せたらいいなと思います。多様な価値観とか向き合っていったりとかっていうお互いを認め合うこととかを、大学生になっても活かしていこうと思います。一人じゃないということですよね。だからいつでもやっぱり苦しい時には必ず仲間がいるし、今はやっぱり友達たちと SNS とかそれからまあそういうものでつながったまま卒業できるので、また何かあった時には一緒に集まって一緒に歌えたらいいなと思ってます。目標としていたコンクールの中止などで形ある結果は残せなかった1年でした。でも歌うことを愛する仲間たちとのつながりをこれまで以上に感じた1年でもありました。